40名さんどうも、今日はですねスピングリール最強はこれが僕は世界一だと思ってます。うちの子が休んでるな。あそこ特等席なんですよ。うちの子の17歳になります。あ、目屋に取ってあげないかんね、これね。あ、これベイトか。ごめん、これベイトだったわ。あれ、あ、スピニング向こうの部屋かな。はい、これは2年ぐらい前に買ったのかな。で、一回も使ってないですけど、ワーシャウラ。はい。一回も使ってないです。で、これは、まあ、こう、眺めるために、まあ、記念品として買ってて、まあ、これね、また今度、ビアクギの時下ろそうかなと思うんですけど、スピニングも持ってくるね。こちら。ちなみに今、朝5時なんですけど、今日の、夕方、釣り行くんで、で、菊池さんとね、一緒に、なんと、クロダイを狙いに行こうと思います。で、これ。見える。ワールドシャウラ。ほら。品番が何もやな。と。見える。見える。2652R の3。マックス 120g で投げれるんだよ。ジグは。で、ルアーは7から 20g 投げれる。ラインは6から14ポンド。うん、で、これね、ワールドシャウラ、マジで、日本で一番最強のスピニングロッドだと思ってます。まあこういうの結構高いんでね、6万円7万円するんですけど、スピニングロッド、本気で釣りやりたい人はスピニングが、スピニングでどういう竿がいいって言うんだけど、俺はワールドシャウラ、うん、ワールドシャウラ派かな、うん、まあ高いロッドいっぱいあるじゃないですかね、5万6万7万っていう、まあ高い、スピニングロッドいっぱいあると思うんですけど、俺はこのワールドシャウラが最強だと思う。うん。何がいいかっていうと、ライントラブルがほぼないんですよね。これ。これね。ライントラブル、トラブルっていうのは、こういう穂先に絡んだりさ、PE がね、そういうのはないのよ。だから、トラブルレス、そしてめちゃくちゃ軽いですよ。そして、何がすごいって感度がすごすぎる。ね、この部屋ね、下の階もそうなんだけど、この部屋もエアコンぶっ壊れてるんだよ。この部屋エアコンぶっ壊れて今30何度。で、もう夜中なんでちょっと窓開けて喋ったらうるさいと思うんで、もう今30何度あるかわかんない。めちゃくちゃ暑くて。で、下も、1階もエアコンぶっ壊れてて、めちゃめちゃ暑いというね、扇風機でしのいでます。この真夏に。うん、見える？爪切らないかな、汚いな爪ね。ごめんね。野良作業するからもう爪が泥だらけ、うん、ほらこんな感じ、すごいでしょ。で、今日はこれね、世界で一番僕が何、スピニングロッド何がいいですかって、ワールドシャウラおすすめです。で、これね、6万円とか7万円ぐらいして、6万いくらだったと思うなんだけど、新品で全然ね安いですよ。だって、こういう高いロッドってね、やっぱ大事に扱うんですよね。だから正直、うん、丁寧に丁寧に扱えれば20年使える竿なんで。うん、まあ、20年間ね、毎週釣り行ってたら、なんかの火加減で折れたり事故があると思うけど、丁寧に扱えばね、何年やってもね、何十年も使えるんで。うん、で、ここね、ワールドシャウラのいいところは、こうあるでしょう。ここ。この、ここのね、P ラインが擦るここなんだけど、めちゃくちゃ硬い素材、最高級のやつ使ってるのよ。だから安物のロッド使ってるとさ、10年ぐらい使うとさ、ここが割れちゃったりして、で、ラインが切れたりするんだけど、これ、ダイヤモンドでないと削れないぐらい硬い素材使ってます。めちゃくちゃいいやつ。しかも、ライントラブルがないという。で、この玉虫色のワールドシャウラ。これぜひおすすめ。だから、釣り始めて1、2年だったらね、買わない方がいいと思う。もう釣り始めて、5年、5、6年経って、あ、自分は結構年間、毎年、必ず釣り行くなーって、いう人は、このワールドシャウラスピニングだったらこれ、おすすめですね。あと、これだとね、もうどんなルアーでも投げれる。ジグだったら 120g まで投げれるしね。もう、正直 30g、40g のルアーでも投げれるんで。まあ、俺はあんまり重たいルアー投げないですけど、もうこれ1本あれば
完結できるというか。で、僕の年間聴講回数っていうのが、だいたい365分の40日ぐらいかな。40から50ぐらいなんですよ。だから、1ヶ月に、行かないときはザーって行かなくなったりするんだけど、行くとき月に10回ぐらい釣り行くんですよ、僕。バーって行き始めると。で、ここのとこバーって結構釣り行ってて、まあ、あんま釣れてないんですけど、だいたいね、年間40回から50回ぐらい僕釣り行くんですね。まあそんな感じでやってるので、まあ、それだったら、こういうちょっと高いね、スピニングロッドを買って、これを使い込んでいくっていうのもいいですよね。で、これと同じもん僕あと2本持ってて、これ3本目なんですけど、まあちょっと明日複数名が来るんでね、ちょっとこの差を、下ろして貸してあげようかなと思うんですけど、先日これ Amazon から届きました。これをね、セッティングしていくと、僕の大好きな XSense BB3000MHG。これがね、僕はね、大好き。なんだろう。ステラもいいんだけど、ステラ買おうかと思ったけど、ちょっと高いじゃん、ステラ。ちょっとこっちをね、これマジでいいから。これ。これね。僕、年間、40、50回釣り行くんだけど、そうだな、1年で10回ぐらいは海釣り行くんだよね。まあ、ライトユーザーなんだけど、ガチガチで釣りやってるタイプじゃなくて、たまに行くぐらいで、まあ、海もね、年間10回ぐらいは行くから、これだと、シーバス用なんで、海でも行けるし、琵琶湖でもバス用でも使うって感じで、僕結構エクセンスを使ってることが最近多いですね。例えばこうやってスピニングの場合撮って、で、こっちね。もう汗が目に入ってやべえな、この部屋。これね。こうやって取れるんで。で、必ずこれなくしちゃダメよ。重要なんで。こう取ったら、右巻きが好きだから、これこうはめるんですよ。これね。で、まあ、こっちは蓋ですよね。これなくさないように要注意。ほら。ぎゅーっとはめて、で、これを、刺して、手前にやるとネジが締まります。ちょっと勘違いしました。こうしたら、これを止めて右巻きの場合はこの角度で、右に回すと締まるみたいですね。ぐーっと。はい。ぐーっと。はい、今ガーッと締まりました。これにちょっと装着する。あれ。これはね、こういう感じかな。ここに入るからね。で、あとこれをこう。で、このプラスチックはね、僕結構初めつけておくんですよ。もったいないわけ出るから。まあでも取った方がいいね、この透明なの。すみません、ちょっとスルメ食べてます。スルメ食べてるからくちゃくちゃやってうるさくてすみません。これね。止めてみて。これ。すごいでしょ。で、ブラックバス、ボートシーバスロックフィッシュとかね。中型青物とかソデイカも釣れるね。2652R3。これ。ごめんね、くちゃくちゃって。スルメ食いながらやってるから。スパイラル X コア。スパイラル X コアってなんだ?これ。ね。ナノアイテクノロジーね。スパイラル X。ロッドが曲げ、ねじれ、潰れ、あらゆる方向に対して、強度がすごいから長持ちする。X8。これ。ハードコア。ハードコアのね、これ安くておすすめ。これにテープついてるんですよ。テープ。ね。このテープを使います。これ使っちゃおう。これ。これね。これでやんないとね、なんか、すっぽ抜けることがあるんですよね。たまにね。ドラッグが効かないことがあったから、前。このまま、普通にこのまま巻いちゃったら、ドラッグが効かなくてね、一回。ドラッグ、ちょっと巻き直したことあったんで。このテープで、このピーを、まあ、固定してやればいいよ。こうやってね。これを固定して、これをやるなって人多いんだけど、いつも俺こうやって固定してやるよ。トラブルなったことは一回もないね。で、これでこうやって巻く。
で、僕はね、3000番が好きですね。2500だと、ちょっとなんかラインの量が少ない気がして、僕はいつも3000番。うん、で、ステラまた買おうと思ってるんですけど、まあ、ステラもだから3000番買おうかな。Tライン巻く量なんですけど、ちょっと巻きすぎたかな。まあ、大体僕はね、このぐらいにしてます。まあ、リーダーはね、まあ、なんでもいいんですけどね。まあ、僕、よく FC スナイパーのフロルをリーダーに無理やり使ってますけど、よく。まあ、今手元にこれがあったから。ジャストロン4号。うん、ついでに、リーダーの組み方もね、動画作っておきます。ね、あんまり FG ノットとかね、爪汚いな、ごめん。爪の掃除してから撮影しないが。まあ、いいや。FG ノットとかね、ややこしすぎて素人の人覚えれないと思うんですよ。なんで、プロの方がね、とかね、本気でやってる人は FG ノットとか偉いけど、この魚身ノットで十分なんで、ね、これリーダーね。リーダーの組み方。まずね、あれなんかこれリーダー弱いか。リーダーの組み方はね、こうやって1、2、3、3、7拍子結び。これ高橋魚身、俺がオリジナル。この3、3、7拍子でね、ラインブレイクほぼないっす。で、まずこう、7回巻いたよ。あ、ごめんなさい、3回巻いたよ。3回巻いて、で、今度、このリーダー。リーダーを、1、2、3回巻く。3、3でしょ。ね。3、3で巻いたら、こうやって引っ張るんですよ。ね、こうやって。そしたら今度、この PE の方をね、このリーダーに7回巻きつけるだけ。もうこれでできちゃうんで。だから釣りま、なんだ、初めて間がない人はね、これで、ほぼラインブレーキない、ラインブレークないんでね、リーダー。ちょっと団子になる傾向にあるけどね。うん。まあ、バッスリくらいだったら全く問題ないよ。100キロの大物釣るって言ったらね、またちょっと別のリーダーの方がいいかもしれないですけど。まあ、バッスリでこれで、まあ、大体、7回以上って感じね。7回以上ぐらいこう巻きつけて、で、こうなってるでしょ。こうなってたら、下から上に持ち上げて、ね。で、このリーダーをもう一回手前に戻す。こう手の穴の中に入れる。で、これを引っ張ってあげる。先持って。で、こうして、あとこうやってゆっくり。この時重要。すごくゆっくり締めてほしい。ゆっくりね。ゆっくり。ぐーっと負荷がかかる。で、この時にこう、ある程度負荷がかかったら、ぐっとかかったら、一回舐めてあげる。水分を今つけました。で、水分つけた状態で、さらに、ぐーっと引っ張る。で、この歯で、この2本を引っ張る。ちょっと、ちょっと汚いですけど、このリーダーを、歯で、こうやってぐって引っ張ってあげる。今、PE の方を引っ張りました。で、このフロロの方も、ぐっと。はい。今、歯で引っ張りました。で、4方向からぐっと今締まったので、こういう状態。もう絶対切れないですね、これね。だから、このリーダーで、今のやり方でやったら、なんだ、根掛かりするじゃん、オフセットフックで。ね、ワーム使ってて。そしたら、何？ラインがどうしても根掛かりで切れなくてさ、あーもう切るかと思ったらさ、フックが折れちゃう。デコイのオフセットフックだったらね、まあ、フックにもよるよ。デコイのオフセットフックだったら、このリーダーで、綺麗に今みたいな感じで決めればね、決めが甘いとダメだよ。今の感じで、バツッと決まったら、このリーダー部分でラインブレイクすることがほぼない。うん。こんな感じ。ちょっと団子がでかいよね。うん。ちょっと団子がでかいから、微妙なライントラブルはあるかもね。まあ、俺は気になんないレベル。で、これでやるでしょ。もうバチバチ決まってるから。で、デコイのオフセットフックを使った場合だと、フックが折れちゃうね。はい、根掛かりしました。糸もしゃあない。切ろう。引っ張る。投げてて。根掛かりした。ラインブレイク。うん、もう切ろうと。ゴン！デコイのオフセットフック、ボン！折れちゃう。うん。そのぐらい、これ、リーダー強いんで。まあ、これね、P ラインのリーダーの組み方は。まあ、これでほぼほぼトラブルないですよ。これでワールドシャールのセッティングだとトラブルない。うん、ただ、なんだ、台湾の竿とか、台湾の竿とかで、そのね、竿先、ここがやたら細いやつあるじゃん。
それだとちょっとそこにライントラブルになる傾向がある、このリーダーの組み方はね。っていうので、ワールドシャルとカリスマスティックだったらラインドラブもほぼないし、こんな感じでいいんじゃないかなと、はい、で明日は黒大釣りなんですよ。でこれがいいかな、中国製の激安の針もうセッティング作ってきます。黒大どうやって釣る、ルアーで釣る、餌で釣る、深瀬で釣る、これね、うわ目が悪いな、老眼だな完全な、OK、はい、仕掛けこれだけ、めちゃ単純でしょ、針を装着するだけ、これだけで黒鯛釣れます。黒鯛釣りやってる方はね、まあ、高橋くん、君黒鯛あんまやったことないでしょうって、うん。確かに僕はあんまやったことないです。ただ、僕は徳島県で、小学生時代ずっと過ごしてて、中学校まで徳島でいて、で、徳島の、海全部知ってるんですよ。まあ、僕はね、大巫女の釣りの神様って言った僕なんで、もう魚釣りすぎちゃって、地元でもうね、敷地三平超えてるような少年がいるっつってニュースになったんですね、はい、それからもう一個差を紹介、これは、いつ買った2016年か2017年ぐらいかな、もう4年前に買って一回も使ったことない、まあうちのチャンネルでも初めて出るんじゃないかな、こちらのロッド、レスターファイン、これねブルーシー&、シャカタなんとか、これでね、マックス 240g だから軸なんて。ね。240g。これマグロ釣れちゃう、これ。マグロは厳しいのかな。ほんとあれだよね。釣りが大好きな人にとってはちょっとね、失礼なことを俺が言っちゃってるらしくてね。ふざけるな、ふざけるなってよく怒られるんだけど、もっと楽に考えていいんじゃない？人生って。釣り生って。だから、フィッシュイズライフ、フィッシュイズナイン、なんとかでさ、もう釣りがなければ人生じゃないっていう人もいれば、釣りがレジャーで何が悪いっていう、もう完全な僕レジャーマンなんで、だから自分結構趣味が広く浅くなんですね。だから、釣りでもまだまだ知識的にはね、なんちゅうの、レベルは低いっすよ。釣りの、常日頃釣り追っかけてないからね、俺。ただ行って遊びに行くって体で大体行くから、釣り師としてのレベルは相当低いんですけど、ただ僕結構、何？そういう議論とか、結構、なんていうの？意外に好きで、意外にね、たまに反論してあげるんですけど、遊びでいいんじゃないって。本気じゃなくてって。何でも本気でやったら病気になっちゃうよ。本当に。もっと楽に生きようぜ、みたいな。って俺をね、思ってる。だから、もう釣りのことだけになったら、急に怒り始める人とか僕の周りにいたり、昔の僕ね、愛くんって友達がいたんですよ、広島に。で、その子が、もう親が釣り好きで、めっちゃもう釣りを愛してる人で、その人と、広島に僕21歳、もう27年前か。広島で、タチウオが釣れるから行こう行こうっつって、で、俺ずっと釣りやめてて、ほとんど行ってなくて、18歳までやってたけど、久しぶりに竿借りて釣り行ったらさ、その、何？僕の親友っていうか僕の友達の愛くん？愛くんがさ、釣りのことはうるさいのよ。やたらうるさいのよ。あれはじゃないといけない、こうじゃないといけないとか言って。で、自分は小学校時代徳島で神童って言われてましたから、理論じゃなくて感性で釣りするんですね。だから大人がね全然釣れない時に自分だけバンバン釣っちゃってびっくりさせちゃったわけなんですけど、で愛くんとも釣り行ってさ、で俺のこと知らなくて、で俺はなんだそういう技術的な知識は少ないんですよね。ただ感性でやっちゃうから、太刀魚釣り行ったらさ、チョーカーが10倍ぐらい釣っちゃって、で愛くんどうなった？
ほっこり始めちゃった。で、俺言ったんですよ、アイクにね。釣りって、運もあるからねって。で、その時、タチウオ僕が10倍ぐらい釣っちゃって、で、もうタチウオ釣り飽きたからやめようなんつって。じゃあ今度クロダイとキス釣ろうつって、夜釣りでクロダイとキス入れ食いにしちゃって、自分だけ。バン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 釣ってやって。で、アイくんはもう、僕の10分の1ぐらいの超過。で、アイくんはなんか、その怒り始めちゃって、その時に。こんなのはおかしいとか言って。で、俺は言ったんですよね。おかしいも何も、それは超過っていうのはさ、運もあるし、たまたま俺の攻め方が、まあ、海釣りは自分うるさいですから、今日の潮とか見たらさ、大体何机上の理論とかじゃなくて、あれがない。こんな感じで攻めたら、魚は釣れるよってこと肌で分かってるんですよね、海に関しては。バス釣りは結構ね、そんなに、そこまで詳しくないですけど、まあ、海に関しては結構、漁師町で育ってるから、もう、机上の理論じゃなくて、現場見て、魚取るだけでしょって。だから、アイくんがね、その釣りに人生かけてる、もう親がね、船も持ってる人で、もう、めっちゃ釣りっていう人で、まあ今でもたまにね、電話で話すんですけど、まあ2、3年に1回かな。うん、ただ、机上の理論じゃ話になんないでって、大人になってもやっぱり言ってますよね、自分が。もう現場の空気読んじゃう、自分がね。だから明日の海釣り、このレスターファインでね、チヌを釣る。もうちょっと大物用の竿なんですけど、はい、このレスターファインで、これで、アンバランスな感じで楽しもうと。まあ、海釣りのことだったら僕に、まあチヌはちょっとあんま詳しくないですけどね、自分も。キスに関しては結構うるさいですよ、実は。あんま俺キス釣り動画とか出したことないでしょ。キス釣りはね、小学校時代から俺大会に出てたから、実は。自分はね、こっち使う。20ポンド。そういえばあれだな、5年ぐらい前さ、20年ぶりにバス釣り始めてさ、はじめ琵琶湖のことなんか全然わかんないんじゃ。だから小バスしか釣れなくてさ、で、坊主も多くてさ、なかなか40アップが釣れなかったんだけどさ、結構そういう時さ、その何、2015年ぐらいか、なんか、知ったかぶりの視聴者がさ、それではダメだ、あそこをああしなさいとかさ、釣らせてあげようかって、俺の船乗るかとか、なんかそういうコメントよくもらってて、うん、みんな教えたがりだからな、視聴者の人って。釣らせてやるとかって、どんだけ上から目線なんだって。あれ、よくないよね、釣り人の上から目線。お前、小バスしか釣れてねえなって。教えてやるよ、みたいな。どうでもいいよ、どこの馬の骨だっつって。こっちとしては。なれなれしいやっちゃな、みたいな。結構多いよね、釣り人あるあるで。その YouTube で、俺がブラックバスを二十何年ぶりに始めて、何このやり方みたいなね。すべてが旧型だから。うん。したらもう、これではダメだから釣りを教えてやるとかさ。釣らせてやるとか。そういうふうにやっぱり言う釣り人結構多くて、もうはっきり言って、釣らせてもらっても嬉しくないよね。あそこのポイント投げてごらんって言って、こういう感じでこうやって投げてごらんって言って、そのまま言われるままやって釣れても、何にも嬉しくないから。あそこのポイント、ね、例えばボート、船乗せられて、あそこ投げてごらんで投げて釣れた。だから何みたいな。そういうとこある。だからやっぱり、僕が考えるのは、自分で試行錯誤して、うまくいかないな、うまくいかないなって悩んでる時が正しいんじゃないかなと思うけどな。本当に。だから僕結構ね、人に、例えば海釣りの動画とか、もう今では無尽蔵にあるじゃないですか、バスプロの動画とか、あと、YouTuber の人でもね、釣りが上手い人いっぱいいるから、そういう人の動画を絶対見ないんですよね。で、その人の真似して釣っても何が嬉しいのっていうか、何にも楽しくないって。うん。あくまで自分のスタイルでやって、負けて負けて負けて、で、あ、やっと、
思い通り行った。そうすると嬉しいっていうね。だから、明日もちょっと自分のね、その嗅覚だけに頼って、うん、人に釣らしてもらうとか、まあ、そういうのももちろん楽しいですけどね、うん、楽しいですけど、明日はもう自分の力だけ、チンヌを爆発的に釣ってやろうかな、黒鯛一本、うん、この中国製の激安の針。まあちょっと予備の針もちょっと用意しとくか。明日は接待調校だからな。4人で行くんですよ。で、動画に出れない人が2人いて、で、俺と菊池は動画に出れるから、まあ俺も出れないけど、まあ画面に映るのは菊池だけなんだけど、4人分の竿を用意しなきゃいけないっつってね。うん、こんなんでいいのかな。ワールドシャウナにあれ、レスターファインと。これ全部新品だからね。結構人の用意するの大変だこれ。日本中皆どもおはよう。今日寝られるのは年なし、年なしの魚よ。